心霊スポットで楽しいことしてたら霊来る説。どうも、一緒の瀬戸。はい、どうも、もちです。はい、ということでね、はい、今千葉県にあるですね、桜城址公園というね、心霊スポットに来ております。はい、現在の時刻が1時24分ということでね、ゴリゴリ、まあ心霊スポットでこの夜中ということは、おそらくですよ、おそらく、まあ、霊さんが、まあ、いらっしゃいますと。だがしかし、僕はね、 YouTube を見ていて、その幽霊を捉えたところをね、見たことがないです。間違いない。でもね、そのあるネット記事で見たんですよ、うん、幽霊は楽しいところに、ね、来るっていう記事を見たんですよ、僕は。なので実際にそれを検証して、はい、霊が来るのかっていうのをね、僕たちで検証してやりたいと思います。ほう、なるほど。まあ、みんなね、心霊スポット初めてということで。初めてですね。初めてです。そんな怖くないっていう。あの、舐め散らかしてます。土手と大差ない。マジでそうなんだ。ここの心霊スポット何が名物かっていうと、さっき行ってきたんですけど、飛び降り訓練用の12階段っていうやつがあって、うん、まあ軍人さんがその飛び降りの練習をしてたっていう施設なんですけど、うん、それがその裏用途として首吊り用に使われていたみたいな逸話というか、っていうのがあるところで、さっき言ってきましたけど、はい、それ自体は結構存在感ありました。そうね、見つけた時のね、あの感じやばかった、ね、あるやん。まあ、そっからちょっと2分ぐらい歩いたところの東屋で今回はね、撮ってます。はい、はい、簡単なボードゲームを用意しました。はい、楽しいことといえばですよ、まずこちら、はい、UNO です。UNO ですね、はい、結構 UNO とジェンガです。王道も王道、これは来るべ。後ろ振り向いたらオーディエンスが無限にいるぐらい。というわけで今回は心霊スポットで楽しいことして霊を呼ぼうです。やっていきましょう。はい、はい、ということでまず最初はですね、ウノやっていきたいと思います。やりましょう。はい、よし。うわ、これさ、暗くてリアルに色弱だと緑か赤がどっちか分かんないんで、マジガチで分かんない。あ、ここで見えるわ。ここで見える。手も捉えた。おお、最初はヒュッジャンキー。いや、いいよ、いいんじゃない。最初はヒュッジャンケンポイ。よし、あっ、黄色の3。でもスタート C よね。うん、はい、黄色の8。熱い。赤と青の2。おお、出し方がうまい。青の8。赤の8。お、マイクネス。赤の3と緑の3。よくやったよ。あ、うの。お、ラッキー。赤の9。まあ、ない。赤ない。あ、ナイス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 。あ、出していいんだよね。うん、黄色の9。あ、やばいぞ、これやばいな。やばい。ああ。ポーカードー。やば。しゃいしゃいしゃい。うの、やばい、俺か。うん、よし。そういうゲームじゃないから。やばい、あれ、やばい、おごりー。あー。ちょっと幽霊の確認しよう。確かに、みんな呼んでみよう。怖い、呼ぶの。はーいとか来たらめっちゃ怖いよ。優勝者呼べば、一番楽しかった人が呼ぼう。幽霊さん、まだいない。まだ盛り上がりが足りなかったか。ジェンガやります。うのごときじゃ無理か。うん、さっきからさ、若干右の方でさ、音聞こえんだよね、俺。マジか。うん、ちょっと怖い。え、びっくりした。急に牛ガエル仲間になったやん。でもガチで人影はさっきからあっちから感じるんだよ。マジ来てる。怖いです。よし、行こう。はい、最初はヒュッ。おー、忘れてた、忘れてたろ、お前ら。完全に忘れてた。忘れてたろ。最初はヒュッじゃんけんぽい。やっそー、ぽいの破裂音がすごかったよ。行きます。いたんね。さすがにね、やっぱジェンガ。いてはいや、止まった。今やばくね。ね、あ、ちげえわ。え、なに普通に、行かれたカエルだった。鳴き声下手なカエル。うん、
あーマジでビビった。絶対ハブられてるやん。うわもうじゃん。もうだね。いや、あ、あ、あ、おおーい、これ耐えたのすごっ。俺の手の震えで怖そう。やばい、ジェンガ振りすぎるぜ。おー、危ない。アンパイったなお前。いや、アンパイじゃないぞ。いや、ガチガチに勝て。いや、マジでこっからよ。いや、もうやばいよ。ナーバスになるもん。いや、いや上って怖いんだよな。プロ。うわマジか。ジェンガプロ。乗せるまでがジェンガ。おぉ。いやぁ、地下よ。まだ続く？やばいぞこれ。白熱してますねジェンガね。いやそれもすごい。やばそれもすごい。ガチでいってる。うわ見た。うおうマジ。もう勝てないよこれプロ。そう自分が崩すんじゃねえかと思ってるずっと。よし。えこれもうさアウトじゃん。写真集の格好してるんだけど。メンズノンドやん。メンズノンドジェンガ。